神奈川ネットワーク運動横須賀中井美和子、来年4月市議選に挑戦いたします。明日14時から日本武道館で行われる安倍元首相の国葬、私たちは明確に反対いたします。その理由は安倍政権が戦争する国づくりを推し進めていたからです。そして安倍元首相が亡くなったこと、それを利用して今度は岸田政権が安倍元首相のことを国民に、私たちに賛美させようとして、さらに戦争へ向かわせようとしています。私たちは騙されてはいけません。戦争中、私たちの先祖の方、まだおばあちゃんもいらっしゃいますか、おじいちゃんもいらっしゃいますか、その方たちは国に騙されて戦争に向かわせました。多くの手記を私は小学校の時から読んでました。戦争は人を分断させるだけではなく大きな傷を残します。 PTSD や人への加害、人種差別、国籍の分断、さまざまなことがあります。戦争を賛美することは二度と許されない。私たちはそういったことから安倍元首相の国葬に反対いたします。